はい、本日はですね、頂上決戦アークテリクスのマウンテンパーカー VS ノースフェイスのマウンテンパーカーを比較していきたいなというふうに思います。というのもですね、今回マウンテンパーカー買おうと思った時に、まあいいやつやっぱ買いたいなと、そんなすぐにもうどこでもあるようなやつじゃなくて、ちゃんとしたやつ買いたいってなったらですね、大体この2つぐらいが悩みどころなんですよ。っていうのもね、アークテリクスの中でまあ一番人気のジャケットって言ったらこの辺かなって、まあ一応ゼータ SL ってまあ別に商品名はどうでもいいんですけども、ジャケットがありますよと。でこれはちゃんとしたやつですよね。でもちろんこれより上もあるし下もあるんやけど、まあ、価格帯的にもちょうど4万円ぐらいから狙おうと思ったら狙えるっていう感じじゃないですか。で対してノースフェイスでも同じぐらいのってどれってなってきたらですね、このマウンテンライトっていうのが大体4万円ぐらいで買える、同じような感じなんですよ。ほなどっち買おうかなと。俺どっちがいいんやろな、普段スーツ着ることが多いんやけど、どっちがいいかな、いやアウトドアするときどっちがいいんや、釣りするときどっちがいいんやろなっていう方もいらっしゃると思うんですよね。それはできたらね、両方とも4万円チャリンチャリン言うて4万円で8万円ですわーって買えたらいいんですけども、まあなかなかねそういうわけにもいかんということで、じゃあ今日はどっちを買っていこうかと。でそもそもどういう人に向けて作られたんとか、こういう細かい違いがあるから、どっちかって言ったら向いてる人はこういう人はこれに向いてますよね、こっちにはこういう人が向いてますよねみたいな話まで言って終わりにしたいなと思いますので、本日の流れとしてはですね、まずは用途、どういう用途で作られてたんかとか、あとそれ以外にやったら特徴ですよね、重さとか、あとまあ機能面とか、そういうところをお話して、その次にはやっぱり長く着たい方がいいですよねっていう人もいてれば、いやもうこのピンポイントだけ着たいんやっていう人もいてるのでね、まあ、その着るシーズンも若干違うかったりするので、そのお話をして、で最後におすすめの人、僕が思うにはこっちにはこういう人がおすすめで、逆にこっちにはこういう人がおすすめですよなんていう話をして終わりにしたいなと思いますので、そんな感じでいきますね。ではまずは用途からいきましょう。こちらのアークテリクスからいきましょうか。こちらアークテリクスの用途っていうのがですね、まずハイキング、トレッキングで軽量に作られてるというのが用途なんですよ。でこれは僕が勝手に言ってるわけじゃなくて、アークテリクスの公式のウェブサイトで書いてあるんですよね。だからまあちょっと山登るときに着てみようかとかね、まあ、ちょっと山でお散歩するときがいいよねなんて言ったりするために、山で散歩するってことはちょっと暑なったら脱ぎますよね。ほな脱ぐっていうことはやっぱり軽く持っとかんとリュックに掘り込まれへんし、持ち運びを楽にしとかんとあかんよねっていうのがこのジャケットですよね。まあそれは正式な文で書いてあるので、そういうこと、あなるほどねと。じゃあ対してノースフェイスの方のマウンテンライトちゃんはどういう用途で作られてるのって言うと、これも公式の文ですよ。トレッキング、キャンプ、アウトドア以外にも街中でもタウンユースでも使えますと書いてあるんですね。はいはいはい、なるほどねと。街中で使うように考えられてるから、あんま持ち運びとかはこれ考えられてないジャケットなんだなっていうのがね、まず最初の用途でちょっと分かってきましたよね。結構カバンとかにガバッても入れちゃったりとか、アウターを入れちゃったりするような人とか、もうカッパとして考えてはる人なんかはもう最初の用途で分かりましたね。ちょっとアークテリクスの方が持ち運びはしやすいんだなっていうのが分かったし、逆に言うと僕持ち運びなんかしませんねんと、もうちょっとがっつりアウターとしてガシッと着たいねんっていう方はね、こっちの方が向いてるんやなっていうのが最初の用途で分かりましたと。いやでもそれだけではまだ僕分からないよっていう方もいらっしゃると思うので、値段ちょっと言い忘れてました、値段言っときましょうか。このアークテリクスの方がね、今税消費税が 10% の段階で4万4000円ということなんですね。で次にノースフェイスのマウンテンライトジャケットは39,600円、これともにね、ほんまにブランドを象徴するようなマウンテンパーカーやから、まあ価格帯が似たような感じなんですけど、次に機能面見ていきましょうか。どういった違いがあるんか、ほんま細かいところでも細かいところに細部に違いが宿るってよく言うじゃないですか。だから僕一回着てみますね。アークテリクスのゼータの方から着ていきます。はい、まあこんな感じでね着てみたんですけども、このねゼータ SL のジャケットは特に言われるんですけど、アークテリクスも他のジャケットはねそんなことないんですけど、このジャケットは特にここがいいって言われる方が多いんですが、それ何っていうとポケットの位置ね。アウトドアのジャケットって結構ポケットの位置高いやつが多いんですよ。でこのマウンテンライトもね後で見てもらいますけども、この辺にあるんですよね、ポケットの位置。なんでそんなことなってるのと、まあリュックとかありますよね。リュックをこうやって背負う時とかにやっぱりどうしてもね、こういったなんかお腹のとこもカッチンってするじゃないですか。でこれしたらね、ここにポケットあるタイプのやつって取れないんですよ。だからやっぱりアウトドアのやつってここにねポケットがあるっていうのが非常に多いんですけども、このゼータ街中で使うんやったらちょうどいいところにポケットがあるんですよ。だいたい男の人ってここちゃいます、ポケットに手入れるみたいな、ここやって手入れる人あんま見たことないじゃないですか。だから街で使うってなった時の用途はめちゃくちゃいいんですよね。だから逆に言うとこれはあれですよね、リュックでこういうなんていうんだろう、ハーネスというかな、ここガチンって締めるタイプ、登山とか行く人とかっていうのはちょっとこれは逆にねポケットが潰れちゃうので微妙かもしれません。で対して、いや俺リュックは背負
ねんけども、そのハーネスガチってやるほど本格的にリュック背負うことないから、まあ、パッて背負ったりしてチャリンコとか乗ったりするけども、ガチガチに締めてまでそんな重たいもん運んでないよっていう方はね、全然これでもリュックがいくら背負っててもポケットにしては全然問題ないと思います。でそれ以外にはね、最初に言った持ち運びできるって言ったじゃないですか。ほんまですかと、こんなん持ち運びできんのと。どうやってね持ち運びしますのを言うと、このフードにねくるくるくるって入れていけるんですよ。そんな便利なことあるかいなと。そのドラえもんのポケットちゃうねんから何でもかんでも入るんちゃうでと思ったりするんですけど、アークテリクスのフードは何でも入るんですよね。だから困った時はこのフードに掘り込んでいいんですよ。くるくると入れてあげればですね、こんな感じでフードなんか全部入っちゃったんですよ。あら、すっぽり入ったねと。まさかこんな感じなんのと思ったらですね、まあ、リュックとかにもねポーンって掘り込めるじゃないですか。ちょうどまあ手のひらより若干大きいかなぐらいの大きさになるからね。次はね、これノースフェイスの方なんですけども、これはね裏生地がついてあるんですよ。だから結構なんていうのな、こうがっつりちゃんと着たいというか、ちゃんとアウターの重みを感じたいとかって言ったらね、こうやって表地もあるし裏地も貼ってある。でさらになおかつ、これはノースフェイスでしかないんですけど、この裏のね表のこのジップあるじゃないですか。でこのジップくるってひっくり返すとね、裏にももう一個ジップあるんですよ。これ何のジップと。表にもあったし裏にもあって、これマジシャンですかと、あなた手品してるんですかと思われるかもしれないですけど、ご安心ください、これは手品ではないんですよ。何っていうと、なんかもともとついてるんですけど、これ表のジップは分かりますよね。こうやってギューって締めるビッチップジップ、はいはい分かるよと。これの延長ですよね。じゃあこれ裏かどないなってんのと、またマジックしたのと思ったら、いや違うんですよということで、こういったねノースフェイスから出されてるフリース、あるんですよ。専用のフリースとか専用のダウンがあるんですけど、これをねガッチャンコできると。でガッチャンコ中に挟むことによって、何がいいのってなるじゃないですか。で何がいいのかというと、ここのジップとあと袖口とかもね、なんか合わせるんですよ。ほんならね、まあ分かりやすく言ったらこういう感じになるじゃないですか。中にフリースがあってこうやって着てると、普段やったらこうやねんけど、ジップをこうやってひっつけちゃっておけば、まあ袖口もねこうひっつけるとかあるんで、ひっつけちゃっておけば、こう重ね着した時に袖がぐちゅぐちゅなったり通らへんとかなったりする問題がないっていうのが、このマウンテンライトのジップインジップシステムというノースフェイスでしかないこう機能があるんですね。だからこれ冬場なんかはですね、これをひっつけちゃっておいて、もうダウンジャケットは金と、もうこのガッチャンコフリースでやってもいいし、なんやったら専用のねダウンもあるんで、こういうのをねこうやって作っちゃってもいいということで、まあ、詳細にねどうやって閉じるかっていうのはまた別動画で僕出してるんで、それ見ていただければいいんですけども、この真ん中のジップだけだったらね袖がぐちゅぐちゅになるんやけども、袖もねちゃんと止めるとこあるんでね、それを止めることによって冬場はまるでダウンジャケットのように使えるし、ちょっと春先暑くなってきたなと思ったらこれ1枚だけでね使ったりできるというような仕様になってるので、普通重ね着ってね単体でこれ着ていくようなイメージだけども、ちゃんとガッチャンコできると。その辺がこのマウンテンライトの最大の特徴になってくるのかなと思います。あとポケットの位置も見ときましょうか。ポケット高いのね、こうやってきますよね。さっきの位置って大体この辺でしたよね。これねここなんですよ。やっぱ高いんですね。ちょっとこのポケットの入り口のところちょっと高め、こう手をね突っ込むにしてちょっと高いなと思うような位置なんで、まあ、これはねさっき言ったみたいなリュックを、ハーネスガッて閉じた時に邪魔ならんように、干渉せんようにっていうことで作られてるみたいなんですけど、まあ、こういう違いがありますよと。で次はね重さ、どれぐらい重さ変わってくるのと。見た目的にそんなに変わらへんけども、結構ちゃうもんなんていうと、もう倍以上違うんですね。このアークテリクスの方がもちろん軽いんですけど、これがね 305g っていうのが正式な公式の、正式な公式の字とおかしいな、正式なね、測りになってるんですよ、メーカーから出てる。で次こっちのノースフェイスの方は 705g なので倍より重いですね。まだ倍より重いぐらいになってて、まあなんでっていうと持ち運び考えてないから、そもそも別に着ちゃったら 300g とかわからんからね関係ないよっていうのと、こっちはねやっぱちょっとでも軽くすることでリュックに入れた時の負担がないよというところが違いなんですね。でここまで来たらね、だいたいちょっと絞れてきてません？あ、俺の用途ではそんなに重さとかは関係ないかなとか、あとポケットの位置俺ちょっとこだわるあるかもしれんなとか、だいたいちょっと絞れてきたじゃないですか。ほんで最後にね、僕が思うおすすめの人、あとはもう皆さんで考えてもらっていいんですけど、僕が思うおすすめの人っていうのを最後に掘り込みたいなと思うんですけど、まあそれが何かっていうと、まずはこのアークテリクスからいきましょうか。これはねどんな人おすすめなんですかっていうと、より大人な人の装いというんですかね、まあ具体的に言うとスーツとか着てはる人でも着れちゃうんですよ。まあ、なんでスーツでも着れますのというとですね、なんか勝手にアークテリクスでなんか綺麗めなイメージあるじゃないですか。で多分皆さんの中で勝手になんかイメージあるなって、僕もそうなんですけどね、アークテリクスのイメージあるんですけど、なんでっていうとめっちゃ細かいことにいろいろこだわりがあってね、まあまず単色やから合わせやすいじゃないですか。こういうノースフェイスのこういう二色展開じゃなくて、単色やからもちろんスーツ合わせやすいのもそうなんですけども、このジャケットってね前身頃は結構短めなんですけど、後ろに行くにつれてこう長くなっていく、こうスーツみたいなね形をしてるんですよ。だからそういうところの微妙なデザインによってちょっと綺麗めなイメージがつきやすいんですよね。それからよりこう街中とかに合いやすい
都会な感じのイメージというか、まあもちろんアウトドアブランドやからアウトドアでも着れるんですけども、どっちかというと頻度的にマッチで着ることが多いねんとか、まあスーツで合わせることが多いねんっていう方はね、個人的にはこのアークテリクスの方がまあ向いてるんかなと思ったりはします。っていうのもね、やっぱ街中とかやったらちょっと暑いから脱ごうかとか、電車乗ってね、ちょっと暑いから脱ごうかってなったりね、ほんまにさっき見てもらったみたいにね、フードの中にくるくるくるって収納してね、持っとくこともできるし、別にね、カバンの中掘り込むこともできるし、そんな使い方ができる。あ、着用期間言うの忘れてましたね。着用期間的にもね、アークテリクスの方やったら、これも重ね着重ね着スタイルなんですよ。だから冬場とかやったらね、ほんまにさっきみたいなもうこういうダウンをガツンと入れちゃったりすることもできるんですけど、まあ生地が薄い分、どっちかっていうと春夏秋ぐらいが重宝するんかなと。まあ冬場やったらね、ちょっと生地が薄めやから、もうダウンジャケットいっちゃおうってなっちゃうと思うんですけど、まあそんな感じですね。あんまスーツの上とかでも着れたりするから、まあ冬もいけんことはないっちゃいけんことはないんですけど、まあオールシーズンかな、4シーズン行こうと思ったらいける。で、次マウンテンライトに関してはちょっと4シーズン厳しいんですよ。っていうのも裏生地あるから、夏は暑い、もう絶対着れへんっていう感じなんですけど、秋冬春この3シーズンは全然着れたりしますので、着用期間的にはちょっとまあアークテリクスの方が長いかもしれん、人によっては長いかもしれん。でノースウェイスのね、おすすめの人行きたいなと思うんですけど、ノースウェイスのね、このおすすめ、やっぱり今のトレンド、ノースウェイスとかこのアウトドアの感じってトレンドあるじゃないですか。でいかにもこれガシガシしたマウンテンパーカー、こま重いもありそうな、ずっしり着てる感じやから、俺結構トレンドの好きやねんとかっていう方はね、どっちかとこっちの方がいいんかなと。でさっきのアークテリクスとは違って、その袖、裾のとこもね、こう前が短くて後ろが長いとかじゃなくて、もう平面でガツンと切ってあるから、よりカジュアルなイメージなんですよね。だからスーツとかにちょっと合わせるのは厳しいんかなと。なんか雑誌とかやったらね、このブラックやったらオールブラックにしとけばノースウェイスでもスーツで合わせれますみたいな書いてるけど、それは嘘ですよと、言い過ぎですよと思ったりするんですよ。っていうのもあんまそんな人街中で見ないじゃないですか。でもアークテリクスやったら結構スーツに着てる人多いのって、まあさっき言った理由があるかなと思うんですけど、まあその辺考えたらちょっとまあノースウェイスでスーツっていうのはあんま合いづらいんかなと。でもね、逆にこう着丈が長い分座る動作が多いやつ、例えば釣りとかもそうですね。釣りって結構座ったりとかするじゃないですか。でその時とかにね、こう腰が見えへんっていうのはね、いいなと思うし、それこそまあキャンプとか行ってこうローチェアの椅子とか座ったりしたらね、腰がやっぱかがんだりしたらこう見えやすかったりするんやけども、そもそも着丈が長いからそんな心配せんでもね、寒くないし雨にも濡れへんっていうところで、まあ、釣りとかバイクとかそういう人はね、どっちかというとこっちのねマウンテンライトの方が向いてるんかなと思います。っていうのもこのゼータもね、着丈はもちろん後ろ長くはなってるんやけども、そもそもの着丈自体が、まあ、普通の日常生活の行動やったら全然いいんやけども、もうがっつり座るとかがっつり動くとかってなったらね、これぐらい着丈の長さあった方がより安心すると思うので、あんまりスーツ俺着いひんわと。で特に仕事も私服やから、仕事着兼プライベートも一緒やねんみたいな人はね、どっちかって言ったらこっちのノースウェイスの方がまあ、切れたりするんかなと思ったりはします。はい、ということでね、久々にちょっと真面目に語らせてもらってですね、一切ふざけたこと言わんように意識して、まああくまでね、これはね、人によってちょっと感じ方が違うし、いや俺釣りやけどもアークテリクスの方がええわって思う人もいてるやろうし、いや俺スーツやけどもやっぱノースウェイスの方がええわって思う人もいてはるからね、まあそれは個人の自由なんで、まあお好きに見てもらったらええかなと思うんですけども、そんなとこが違いかなと思います。でね、これを見ていただいて、結局見たけどよくわからへんわっていう方はですね、もうとりあえず店頭に行くしかない。で店頭で実物両方見てみて、どっちの方がグッとくるかっていうのをね、見てもらうのが一番いいと思いますので、まあそんなところで終わりたいなと思います。ということで本日はですね、アークテリクスとノースウェイスのマウンテンパーカーを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。